回はインコとの適度な絆を持つお話です。ボンディングという言葉を聞いたことがありますか？和訳すると絆、家族や友人、大切な人と喜怒哀楽を共に共有するときに使う言葉ですが、飼い主とインコの関係にも使われます。一方でオーバーボンディングという言葉があります。和訳すると過剰な絆、あるいは深い絆ということになります。一見良い意味と感じるかもしれませんが、彼らが問題行動を引き起こす原因となるもので、特にインコの多頭飼い、他のペットがいる、人間家族がいる場合などは注意が必要です。ここではボンディングとオーバーボンディングの行動の違い、そして問題行動の対処法を解説していきます。ボンディングのプロセス。あなたがインコをお迎えした後、しばらくの間は彼らはケージの中にいると思いますが、あなたがケージの近くにいるとき、彼らは他の活動を止めてじっとあなたを見つめているはずです。そこに恐怖や緊張はありません。あなたの動きを追い、あなたの話しかけに応じて様々な発声で反応します。あなたが餌を持って手を差し伸べれば、彼らは喜んで食べてくれます。あなたが近くにいなくて彼らが寂しがっているときは、あなたに呼びかけます。成長してケージの外の世界を知った後でも、彼らは自ら進んであなたの手や肩に乗り、そして頭の上に乗ってはあなたの髪の毛を整え毛づくろいしてくれます。あなたの手によってたとえ逆さずりの体勢になっても怖がりません。時にあなたに対し餌を吐き戻すことさえするかもしれません。そう、彼らはあなたを完全に信頼しています。そしてここまではボンディングとして正常な行動と言えます。オーバーボンディングのプロセス。あなたを愛するあまりボンディングの状態を逸脱してしまう子がいます。あなたが他の人や他のインコ、他のペットと話すと非常に怒り攻撃的になります。叫び声を上げ、イライラしておもちゃを破壊します。あなただけがそばにいてくれれば、あなたの肩に乗り、あなたの髪の毛を毛づくろいし、求愛行動を見せます。あなたがいないときは彼らは叫んだり、とても怖がったり、ただ落ち込んだりします。彼らは絆を結んだ人以外には誰にも触らせたりしません。絆を結んだ人が他のインコなどに目を移せば、彼らは攻撃して噛みつきます。他の誰にも餌をあげることはありません。これはとても厄介なことです。他のインコやペットに限らず、あなたの周りの人、特に子供たちにとって脅威となる可能性があります。オーバーボンディングを防ぐために、インコとの過剰な絆を防ぐための唯一の方法は、彼らを適切に訓練し、コミュニティの一員として社会化することです。それではあなたのインコがこれから説明するステップに順応しているかを確認しながら進めてください。ステップ1、あなたのインコがケージ越しにあなたの手から餌を食べてくれるか、まず確認してください。ケージを開けてください。あなたのインコはケージをよじ登り、あるいは飛んで周囲の空間を確かめた後、より見晴らしの良い場所に移動しましたか？次にあなたはおやつを手に持って彼らが戻ってくるか確認してください。インコはあなたの手から肩越しでも構いません、餌を食べましたか？あなたとインコの関係は良好です。次のステップに移ります。ステップ2、ここで初めてステップアップトレーニングを開始します。すでにお迎えした段階でこのステップアップができている子もいると思いますが、もう一つおすすめする道具の説明をします。インコとの絆を維持する上でステップアップはとても重要です。もしあなたのインコが外へ脱走してしまった時、
危険にさらされているとき、彼らは硬直して動けなくなることがあります。ステップアップは危険な状況から抜け出すのにとても役立ちます。棒を用意してください。私はある程度高さのあるものを使用しています。ペットショップに行けばバードパーチなるものを入手することもできます。この棒はターゲットと呼ばれます。最初から彼らがターゲットに止まれば文句ないですが、そうでない場合はターゲットの端におやつをくくりつけて呼び寄せられるまで訓練してください。訓練の成果が上がると、彼らはターゲットを見せるたびにおやつがもらえると理解して、それを楽しみにするようになります。ターゲットはいつも同じものを使用してください。次にあなたの指をターゲットに重ねて彼らを呼び寄せてください。彼らは指が安全かどうか確かめるためにかじることがあります。とても痛いですが、指を動かさないでください。彼らの信頼を失います。彼らが見事指に乗ったら、オーバーアクションで彼らを褒め、大好きなおやつをあげてください。成功です。あなたが指を差し出せば、彼らはあなたの肩にも頭の上にも自由に乗せることができるようになります。ステップ3、あなたのインコをケージに戻す訓練。わかりますよね。あなたが大好きなインコ、誰も好んでケージの中に入るわけがありません。テキストでは彼らのお気に入りのおやつやおもちゃをケージの中に入れてくださいとありますが、それ以上に彼らは賢いです。これは根気がいるかもしれませんが、とにかくケージの中に戻ると、次に楽しい時間がやってくると学習させるしかないと思います。ステップ4、行動訓練。噛みつきと叫び声の抑制。中型インコ以上になってくると、彼らの噛みつきはとんでもなく痛いし、音も騒音レベルです。対処法、まず噛みつきですが、彼らにふーって息を吹きかけることが手っ取り早いですが、成果がない場合、インコの頭をそっと押し下げてみてください。あるいは体全体を動かしても構いませんが、普段パーチに止まっているインコはバランスを崩されるのを嫌がります。間違っても噛まれた時に痛いとか言ってはいけません。彼らの行動を助長するだけです。叫び声は噛む行為と一緒で、あなたの注意を引くためのものですが、これは一般によく知られている通り、完全無視が効果あるようです。叫び声が収まったら、彼らを癒してあげましょう。彼らは学習します。以上、ご参考になれば幸いです。Thank you.
またね。